はいどうもシャロンです。というわけでですね、今回なんですけれども、皆さん PDCGO ってご存知でしょうか。まあ、結構聞いたことある人も多いと思うんですけれども、シャロンね、今までやったことなかったんですが、ついに今回始めました。これはポケモントレーディングカードゲームオンラインというアプリのことで、まあ、簡単に言うとインターネットでポケカができるよというアプリのことです。この動画はですね、このタイミングでなんで PTCGO を始めたのっていう理由だったりとか、メリット、デメリット、そしてね、まあ、簡単な導入方法と、まあ、カードを集める流れについて紹介していくという動画になります。まずね、この PTCGO のメリットなんですけれども、オンラインでポケカができるっていうのはめちゃくちゃすごいことで、まあ、ポケカって普通対戦相手をね見つけてやったりしないといけないわけですよ。で、まあ、最近はねリモート対戦とかが結構流行しているので、家でもポケカできるといえばできますけれども、まあ、対戦相手はね探して約束したりすることも必要ですし、まあ準備も必要ですよね。で、まあそんな中で PTCGO だとネットでね適当にこうマッチング開始みたいにやったら対戦相手と当たって、まあ、いろんなデッキと対戦できると。まあ、リモートポケカと違って本当に毎回相手が違うので、いろいろなデッキの種類だったりとか、いろいろなプレイングに出会うことができる。まあこれがねメリットだと思います。でデメリットなんですけれども、まあまず一つ目は日本でねリリースしてない海外のアプリとなっていることで、まあ、言語がね全て英語であるということですね。二つ目なんですけれども、海外のねパック発売のタイミング準拠となっているため、日本で使えるカードとのねズレがあります。なんで日本のポケカ環境から、まあ、結構一歩遅れた環境になっていることが多いです。 PTCGO は日本ではみんなスターバース出てアルセウスで遊んでるのに、まあ、PTCGO だとまだねミュー VMAX しかいないよとか、まあ、そういったようなことが起きがちということですね。で、まあ、なんで今回ねこのタイミングでシャロンが PTCGO を始めたのかというと、海外でついに日本のねタイムゲイザースペースジャグラーにあたる新パックが発売しました。でね、これによって日本との環境に差がほとんどなくなったっていうのが理由ですね。定期的にこの日本と海外の波長が合うタイミングっていうのがあるんですけれども、まあ、海外ではねまだダークファンタズマ発売してないんですけど、正直ダークファンタズマ収録のカードって環境に影響を与えるカードがほとんどないため、まあ、現在の PTCGO はねパルキアやミュー、アルセウス裏工作などが活躍しているっていうね、まあ、現環境とほとんど遜色ない環境ということです。では対戦相手を探さなくてもね、いろんなデッキを試せる PTCGO は、まあ、このタイミング練習に最適だなと感じました。もちろんね、ヌメルゴンの練習だったりとか、ゾロアークの練習だったりとかっていうのはできないんで、完全に一致というわけではないんですけれども、だいぶいいタイミングだなと感じました。もちろんね、またポケモン GO のパックが日本で発売したら、カードプールに差が出てしまいますけれども、それでもね、環境がどれぐらい変わるかはわかりませんけれども、まあ、練習になるかなと思って始めたという次第ですね。というわけで、今回は、英語ね全く分からないんですよ。ポケモン名とかはギリギリ分かりますね。ポケモン名とあと持ち物とかは英語版でね昔ポケモンのゲームをプレイしてたことがあるんでギリギリ分かるんですけれども、本当に何も分からないシャロンでも始められたんでね、まあ、その導入だったりとかカードを揃える方法を紹介していきたいと思います。はい、まずはねこちらの海外のポケモンのサイトにアクセスします。まあ、ここら辺はね URL 概要欄に載せておきますね。でこのなんか上の方にあるプレイっていうところ、カードのマークみたいなのがついてるとこね、ここを押していって、そしたら早速このプレイズポケモン TCG オンラインって書いてあるんで、これを押しますと。でまあ Windows とかね Mac とか書いてあるんですけれども、これは自分の使ってるパソコンに合わせて、まあ、このダウンロードのオレンジのところを押すとね、なんかダウンロードが始まるんでダウンロードしますと。まあ、ここを押すとなんかダウンロードが始まるので、まあ、そのダウンロードされたものを起動します。まあ、ここまではねもう英語なんて分からなくても視覚的にねご利用せます。でダウンロードが終わったらセットアップウィザードみたいなのが出てくるんで、まあ、適当に同意とかしてダウンロードを進めます。でダウンロードが終わったらね起動するので、まあ、起動したらもうスタート、まあ、スタートはギリギリ読めたんでスタートを押して始めていきます。でまあ、そうするとねチュートリアルみたいなのが始まって、ここで操作するんですけれども、シャロンはあまりにも英語がわからなすぎて、ここでライトクリックって書いてあることが右クリックを指してあることに全く気づかずに、まあ、5分ぐらい硬直してしまい、このゲームバグってるなと切れていたんですけれども、まあ、皆さんはこの動画を見てると思うんでね、右クリックでカードを拡大するということを説明していることがねまあわかると思います。でまあその後もねなんかエネルギーをつけて、ね、攻撃しろとか、なんかトレーナーズの使い方だったりとかを教えてくれます。でねいろいろなチュートリアルを進めていくんですけれども、結構ね雷中ゲーでした。まあ、本当に雷中を育てることに命をかけて、まあ、立ち回っていれば、まあ、相当余裕で勝てるなという感じだったので、もしチュートリアルで積んでしまう方がいたら参考にしてください。でチュートリアルが終わるとね、なんかパックがもらえまして、まあ、パックを開けたりすることができます。なんとこの時はブラッキー V の CSR が当たってね大踊りしました。でその後このトレーナーチャレンジみたいな画面になったりするんですけれども、まあ、これはなんか元々与えられたデッキを使って対戦をしていくみたいな感じになるんですけれども、まあ、これは多分あんまりやる必要はないと思います。なんで一旦ここはねスルーしました。
でね、まあ、このゲームショップみたいなのがあるんですけれども、なんか課金はねできないっぽいんですよね。日本のアプリだったらここで魔法石を課金しますかとか言って出てきて、大量のジェムを購入してガチャガチャを回しまくるみたいな流れになると思うんですけれども、簡単に課金はねできないんで、カードの集め方はねちょっとまた別で説明しようと思います。一応このゲームなんですけれども、無課金でもなんかトレードとかを駆使してなんか利益を出していく、なんかこう転売みたいなこともできたりするみたいなんですけれども、他にもなんかそういう細かい資産の稼ぎ方みたいなのはあるみたいなんですが、ちょっと今回はね僕はもう資産を稼ぐんじゃなくて、もう働いて得たお金で課金してデッキを速攻で組もうというふうに決めていたので、もしそういうなんかコツコツ稼ぐやり方みたいなのが知りたい方はなんか別のね動画を調べてみてください。今回は課金してデッキを組む方法をお伝えします。で、なんかこのプレゼントのマークみたいなのを押すと、アップグレードフルアカウントみたいな画面が出てきます。まあ、これなんかアカウントを作ってくれみたいな感じのことをね多分言われてるんですよ。で、実際にこのねなんかアップグレードみたいなところを押したりすると、ポケモンのね海外のサイトに飛ばされます。基本的にはこの登録するサイト、ポケモンの公式サイトで名前だったりとか生年月日だったりとかを入力してアカウントを作っていくわけなんですけれども、一つちょっと調べてたら注意点みたいなのがあって、まあ、全然国籍日本で作って問題なくトレード機能とか使える人もいるんですけれども、中には一部バグみたいなので仕様なのかちょっとわかんないんですけれども、トレード機能がね日本の国籍で作るとなんか日本のポケモンカードのアカウントで登録されるんで、なんか使えなくなってしまう場合があるらしいんですね。なんで安全に行くならなんかまあ国籍は適当に多分 US とかにして作ると、まあほぼ確実にトレード機能が使えるみたいなんで、ここの国籍はねちょっと問題あるのかとかわからないんですけれども、そこはちょっと自己責任とねちゃんと調べてもらえたらと思うんですけれども、確実にトレード機能とかを使うなら、まあ国籍とかは US とかにしておくと問題なくできるみたいです。アカウントができたら PTCGO の方でもログインをしていきましょう。そうするとねもうアカウントができてトレード機能が解放されることになります。で、次にねカードの課金の方法なんですけれども、結構課金の方法はなんか変わっていて、多分公式の課金という感じじゃないですね。なんか PTCGO でカードを集める方法って、まあ、パックを開けることになるんですけれども、まあ、そのねパックが通貨みたいになってるわけですよ。なんで、まあ、トレードって例えばですけどパルキアが組みたいなってなったら、なんかオリジンパルキア V スターと最新弾のパック30パックと交換しようぜみたいなやり取りをしたりするわけですね。で、じゃあその通貨になるパックはどうやって集めるのっていうと、なんか海外のポケモンのパックって PTCGO でもらえるパックコードみたいなのが入ってるんですよ。なんでそれを入力するとパックがもらえるっていう仕組みになってるんですけれども、まあ、海外にはねそのなんかパックのコードを売ってるサイトとかがあったりします。でね、最近だとなんか日本向けのサイトもあったりして、まあ、大手のところだとこの PTCGO オンラインさんっていうねところだったりとかがあるんですけれども、まあ、このサイトにまずアクセスします。まあ、これも概要欄に載せておきます。ここでなんかパックをね買うみたいな感じになってるんで、もうパックを買います。で、まあ普通にあの必要情報を入力して、まあ、クレジットカードとかでね買います。まあ、クレジットカードないと、まあ、ペイパルみたいなのとか必要だったりとかでちょっと大変かもしれないです。で、このね PTCGO オンラインさんとかでパックを買いますと。で、そうするとパックのコードがねめちゃくちゃ表示されるわけです。で、パックのコードをねこの PTCGO のこのプレゼントマークのところを押すと入力する欄が出てきますので、そこにねもうめちゃくちゃコピペしていってひたすらパックを手に入れていくという流れになります。なんかこれね一気にねコードの入力ができないんで、もうひたすら手作業でコピペすることになるんで、パックをねなんか300パックとか買ったらもう300回とかコピペしないといけないからめちゃくちゃ大変でした。まあでもコツコツ集めるよりは早いかなと思ってね、もう仕方なく買いましたよパックを。で、今度パックを手に入れたらね、トレード編ですね。この画面からこのトレードというところを押すとですね、なんかいろいろ出るわけですよ。で、まあこのパブリックオファーズっていうところで先にお話しさせていただくんですけれども、この動画はうまいトレードをしようみたいな動画ではなくて、とりあえずなんか始めたいっていう方がとりあえず始める方法なんで、お得なトレード方法とかが知りたい方はちょっとまた別で調べてみてください。もうとりあえずのやり方です。で、このねパブリックオファーズっていうところになんかこうバーっていろいろ出てて、なんかこれあげるからこれ欲しいみたいな、もうめちゃくちゃこう依頼みたいなのが出てるわけですよ。で、今回ねパルキアのデッキが組みたいとこだったら、なんかパルキアのね英語名はパルキアなんですけれども、パルキアとかで検索してみてこうやってね出てくるわけですよ。オリジンパルキアを出すからなんかくれとか、オリジンパルキア欲しいからなんかくれみたいなね、こういうトレード
ード希望みたいなのがたくさん出ていて、ここにチェックを入れてると、まあ、自分が持ってるものでトレードが成立するものだけが表示されるという画面になりますね。なんで、まあ、例えば僕だったら今アルセウス V スター持ってるんで、アルセウス V スターとオリジンフォルムのねパルキア V を交換してくれる人がいますよみたいなね依頼とかが出てたりします。なんでもしねこの画面で条件がなんかこの安そうなもの、雰囲気で安そうなものとかがあったらトレードしちゃってもいいと思うんですけれども、正直ねこれだけでね揃えるのは結構大変なんで、自分でね依頼を出す方法も説明します。自分で依頼を出す方法はなんかここにねクリエイトトレードっていうのがあって、ここでパブリックトレードっていうのを選択します。でここでね自分が欲しいカードを全カードの中から選ぶわけですよ。例えばパルキアって検索してオリジンパルキアとか出てくるわけですよ。まあダブリアでいいやみたいな、これ4枚とパルキア3枚欲しいですよと。でこう自分が出せるものを選ぶわけなんですけれども、まあ、ここでね、安いものをね出しても、まあ、とてもトレードなんて成立しないので、ちゃんとねレート通りに出さないと実際にトレードは成立しません。でじゃあレートはどうやって調べるのかっていうと、 PTCGO 上のカードの相場を見れるサイトがあります。これもね概要欄に貼っておきます。まあ、ここで検索して、あパルキア今パルキア V スターが1枚33パックでパルキア V が1枚16パックってことは、まあ、相場通りに行くとオリジンパルキア V は16パック ×4、まあ、70ぐらいで、オリジンパルキア V スター3枚だから100ぐらい、最低170ぐらいで、まあ、ちょっと急いでほしいから180パックで交換してくれる人いないかなみたいな感じで、まあ、ここでね、まあ、僕ちょっと今最新弾のパック持ってなくてもブリリアントスターズしか持ってないんですけれども、全然足りないんですけれども、さっきね PTCGO オンラインストアで買った最新弾のパックとかを使ってトレードを、相場ぐらいのパックでトレードをするというわけですね。でまあ、実際にね、まあ、シャロンは最初ねパルキアはちょっと高すぎて組めなかったんで、アルセウス・ジュラルドンを作ってねパルキアとかミュウとかと戦う練習をしようと思って、アルセウスだったりとかジュラルドンをね探し求めましたけれども、まあ、アルセウス V スターはここでアルセウスって検索してなんか出てきたトレードに申し込んだりしてゲットしました。そしてジュラルドンはこのジュラルドンでね募集してる人がいなかったんで、自分でジュラルドンの相場を調べて、ジュラルドンこのパックでくださいみたいな感じで依頼を作ったら成立みたいな感じで、それで実際にデッキを組めたという感じですね。まあ、あとツイッターとかで PTCGO をやってる友達がいる方だったりすると、まあ、PTCGO ってリアルのカードと違ってね、クイックボール4枚持ってたら全部のデッキに4枚入れることができるんで、正直5枚目以降のクイックボールっていらないんですよ。なので結構もしかしたら余らせているね友達とかいるかもしれないんで、なんかクイックボール余ってる人いたら売ってくれませんかみたいな感じで募集したら売ってくれる友達とかもいるかもしれませんね。でまあカードが集まったら、ここのデッキマネージャーっていうところで、まあ、特にね英語が分からなくても、なんか日本語とかでこうアルジュラとか言ってご利用してますけれども、まあ、こんな感じでなんか大体こういうカスタムみたいなマークだろうみたいなところを感覚的に押していたらカードも出てきて、こうやってねなんかトレーナーとか見たらねなんかいろいろできたりするんで、ここからはもうなんか適当に操作してればいける領域だと思いますね。でまあ実際に対戦するならここでねバーサスみたいなところを押すと対戦もできますよと。でまあ対戦をねしてポイントを稼いだりすると、なんかこうやってねプライズみたいなのももらえたりして、まあ、パックを開封できたりもするので、まあ、そうやってパックを稼いだりもする、まあ、そんなような遊び方になると思います。はい、というわけでね今回は、まあ、PTCGO というゲームについてね説明する動画でしたが、いかがでしたでしょうか。まあ、人によってはね現実のカードも買わないといけないのにわざわざ海外のゲームに課金なんてしたくないよみたいな人もいると思いますし、全然もうなんかランダム対戦とかできるなら結構いいなって思う人もいたりすると思うんでね、まあやるかどうかっていうのは本当に人それぞれで、今までね実際に自分もやってなかったぐらいなんで、そんな PTCGO ねやってないからどうこうとかっていうのはないと思いますけれども、まあこういうね環境が日本と一致しているタイミングだったりで遊ぶのはね結構いいことかなと個人的には思ってるので始めてみました。少しでもね PTCG を始める際の参考になれば幸いです。はい、というわけで、見てくださってありがとうございました。今後ね配信で PTCG をねやっていったりすることもあると思うんで、まあ、よければぜひ見に来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。